クラインプック FX10002018 年に SC18 での富岳のデモブース。軽光景、アームエコシステムの最先端と書かれている。富岳は理科学研究所の軽の光景となる日本のスーパーコンピュータである。2014年に開発開始、2020年により試行運用、2021年に本格稼働した。設置場所は兵庫県神戸市。 ポートアイランドの理科学研究所計算科学研究センター。主要ベンダーは富士通。2020年6月及び11月のトップ500を含む4部門で1位となり、2期連続の4巻としても世界初となった。名称は2019年2月から4月まで公募を行い、5月にポスト系ネーミング委員会により7案に絞られ、さらに理科学研究所理事会議により、 富岳に決定された。理科学研究所は富岳と決定した理由を以下と発表した。富岳は富士山の異名で富士山の高さがポスト、K の性能の高さを表し、また富士山の裾野の広がりがポスト、K のユーザーの広がりを意味します。また富士山が海外の方々からの知名度も高く名称としてふさわしいこと、さらには スーパーコンピュータの名称は山にちなんだ名称の潮流があること、また海外の方からも発音しやすいことから先行しました。理科学研究所なお富岳は計の最大100倍の性能を目指すことから、葛飾北斎の富岳百景や太宰治の富岳百景からのダジャレとの説もある。富岳は富士通が開発した CPU である A64FX を搭載している。 この CPU はフロントエンドをアーム部派点に A ベースに新たな拡張であるすべを追加したものとしてバイナリレベルでアームとの互換が取られた一方マイクロアーキテクチャは K でも使用された富士通製スパーク64の構造を踏襲している富岳は K の約100倍の性能と世界最高水準の実用性を目指している富岳は富士通独自の豆腐 インターコネクト D を使用して結合された158,976個の A64FX を使用している。富岳は iHack、マッカーネルという名前の軽量、マルチカーネルオペレーティングシステムを使用している。このオペレーティングシステムは Linux と軽量カーネルのマッカーネルの両方を使用し、同時に並行して動作する。両方のカーネルが実行されるインフラストラクチャは、 インターフェース4ヘターアーゲニアスカーネルズと呼ばれる。高性能シミュレーションは、マッカーネルで実行され、Linux は、他のすべての p ック x 互換サービスで利用できる。2020年6月23日、国際スーパーコンピュータ会議にて発表された、トップ500において1位となった。日本のスーパーコンピュータとしては、2011年6月12月に、K が1位となって、 以来9年ぶりである。また、同年11月16日に発表されたトップ500においても、主要維持、前回発表に続く連覇を達成した。また、HPCG、HPL、AI、グラフ500の4部門においても、世界1位を獲得し、4冠を達成した。このほか、消費電力あたりの性能ランキングのグリーン500では9位となった。 2018年、日本経済新聞は、富岳のコストは1300億円かかる想定と報じた。2020年6月、ニューヨークタイムズは米国で予定されている富岳の性能を超えるエクサ級のスパコンのコストは、最大でも6億ドルであるのに対して、10億ドルを超える富岳のコストを高額な支出と表現した。それに対して、富岳の総責任者の松岡里氏は、 費用には設計費やデータセンターの改造費、ランニングコストなどが含まれており、全体のコストはオーロラとそれほど変わらないだろうとした。他のシステムとの費用比較は、事項の表を参照。富岳は K の後継として、K の最大100倍の性能を目指して、構築費用1300億円が投じられた。時期、用途、構成などは異なるが、他の、 主なスーパーコンピュータとの単純比較は、下表の通り。主なシステム構成は、以下の通り。2020年8月、神戸ポートアイランドにある計算科学振興財団は、富岳と同じ CPU を搭載した、ミニ富岳と呼べるマシンを時間制でレンタルするサービスを始めた。本家の富岳が432台の計算機を同時に稼働させるのに対し、 ミニ富学は8台と計算能力は圧倒的に低いが、先代、K での使用を見込んだプログラムの動作確認など、富学を本格利用する前のテストに利用できるメリットがある。ありがとうございます。